はい、アポロです。今日はですね、成功できない人に共通して欠如しているものという話をしていきたいと思います。まあ、かなりですね、ちょっと、強烈なテーマなので、人によってはね、聞いててちょっと不快な気持ちになるかもしれないんですけど、かなり重要なことなので、ぜひですね、最後まで聞いてほしいと思うんですけど、成功できない人ですよね、に共通して足りないものって何だと思いますか？こう一般的に、例えばね、自分がうまくいってない時に何が足りないんだろうって考えるじゃないですか。その時に知識が足りないのか、スキルが足りないのか、経験が足りないのかとかね、いろいろ考えるわけですよ。確かにそういうものも重要ではあるんですけど、成功できないっていうことはどういうことかっていうと、途中で諦めてるんですよね。だってやっている限り成功するチャンスはあるわけじゃないですか。諦めたから成功するチャンスがゼロになったわけであって、何かに挑み続けている限りまだ成功も失敗もね、決まってないわけですよ。失敗っていうのは諦めた瞬間に失敗なんですね。仮に今全く成果が出てなかったとしても、例えば1年後とかね、2年後に成果が出るんだったら、自分の求める結果を手にできるんであれば、今の自分って必ずしも失敗してるとは言えないじゃないですか。あくまでも成功に向かってるプロセス、途中段階であって、それは失敗とは言えないんですよね。失敗っていうのは諦めた段階、もうやめたっていうふうに決めた段階で失敗になるんで、そこをまずね、間違えないようにしないといけない。結果が出てないことは失敗じゃないんですよ。だからそれをまずね、間違えてはいけないっていうことなんですけど、つまり成功できない人っていうのは途中で諦める人なんですよね。で、なぜ諦めるかっていうことを考えてほしいんですけど、それは能力がないからとか、スキルがないからとか、知識経験ですね、そういうものがないからとかなのかなって思いがちじゃないですか。確かに結果が出てないのはそれらも関係してるとは思うんですけど、一番足りてないものは自分を信じる心なんですよ。すごくね、熱いメッセージになる、言ってる方も恥ずかしくなるようなことですけど、一番こう足りてないのは自分を信じる心。どういうことかっていうと、仮にですね、今全く結果が出てなかったとしても、将来的に絶対に成功するってのは分かってたら、多分続けれるじゃないですか、誰でもね。分かります？仮に今ですね、1円も稼ぐことができなかったとしても、例えばもうね、あなたは1年後にね、月収100万が確定してますって言われたら頑張るじゃないですか、今どんなに結果が出てなくても。そういうことですよね。だから結局このまま頑張っててもうまくいくわけないって思ってるから途中でやめるわけですよ。絶対にうまくいくって分かってたら、今が辛くてもみんな頑張れるんですよね。だから今結果が出てないとかっていうのは本質ではなくて、結局未来の自分をどれだけ信じることができてるかってことなんですよ。だから自分を信じる心が足りてないから成功できないのだって、能力とかスキルとかそういうものはやってるうちに身についてくるんですよ。世の中の、ね、成功者と呼ばれる人、すでに大きな結果を手にしている人を見てもらえば分かると思うんですけど、彼らも決して優秀だったわけではないんですね。むしろどっちかっていうと、社会一般から見ると、あんまりこうね、優秀ではないっていう部類に入ってた人が多いと思うんですよ。もしその能力とかスキルとか才能とかね、そういうものだけが成功を決めるんであれば、おそらく彼らは成功することはできなかったと思うんですよ。でもそういう人たちと普通の人が決定的に違うのは、やっぱり自分を信じる心ですよね。今どんなにダメでも絶対にね、自分は成功するんだっていう強い気持ちがあるから、他の人がね、あっさりと諦めてしまうところで諦めずに頑張ることができると。で、その違いが大きな結果をもたらすわけですよね。大きな違いを生み出すわけです。だから今ね、あなたがこう一生懸命頑張ってて全然結果が出てなくても、それは問題ないんですよ。それはあくまでも成功するまでのプロセス、過程にしか過ぎないので、短期的視点で物事を見るからうまくいってないとかね、失敗だっていうふうに思うわけですよ。だから何事もですね、そういう目先のものだけで判断してしまわないっていうのはすごく大事なんですよね。もったいないじゃないですか。だってね、ブログ書いてて 3ヶ月ぐらいで諦めて、でもそのまま続けてたら、ひょっとしたら3年後とかね、5年後には
もう何もしなくても月収ね、例えば30万とか50万とかが入ってたかもしれないのに、途中でもう最初に結果が出ないからってね、あもうこれ無理だ、諦めたってね、やめちゃうのは本当にもったいないと思います。で特に今はもう本当に、なんていうんですか、会社の給料だけで生きていくっていうのはすごく難しい時代なんですよ。常に何かしらね、自分独自のキャッシュポイントを持ってないと、これから先の時代っていうのはね、まあちょっと生き残るのが大変な時代なんですよ。だから小さくてもいいから何かキャッシュポイントをね、持っておく、できる限りたくさんのキャッシュポイントを持っておくっていうのは、もう必須ともね言える時代になってくるんですけど、それを自ら捨ててしまうっていうのは非常にもったいない。特にこうブログとか、そういうまあコンテンツビジネスもそうですけど、金銭的リスクはほとんどないわけですよ。別に結果が出なくても大借金を抱えるわけでもないし、ね、そういうリスクもないんですよ。だから辞めるとしたら、そういうね、経済的事情でやむにやまれる事情で辞めるんじゃなくて、結局自分が諦めてるから辞めてるだけなんですよね。それってすごくもったいない。今は確かにねしんどいかもしれないですけど、記事を何記事書いてもね全然結果が出ないと、どんだけ YouTube のね動画投稿しても全然結果が出ないというふうになってるかもしれないけども、だからといって将来的に全く成果がつかめないかっていうと、そういうわけじゃないですよね。何事もやってるうちに上手になってくるし、コツがつかめてくるし、情報発信っていうのもやっぱり最初は認知が全然進んでないからね、無名の自分の話なんか誰も聞いてくれないし、ブログをね投稿しても YouTube を投稿しても誰も見てくれないと。でもやってるうちに徐々に認知って広がっていくんですよ。徐々に自分が有名になってきて、有名になってくればその話を聞いてきてくれる人も増えるんですよ。だから何事もやっぱりこう短期的視点で物事を見ない、まあ、あの3年後を見据えてって話をしましたけど、このままね続けていれば3年後どうなってるのか、5年後どうなってるのかってことを考えれば、おそらくやるべきことってのは分かると思うんですよ。別にねサラリーマンが悪いってわけじゃないですけど、今のままサラリーマンだけを続けていて3年後5年後どうなってるのか、でもサラリーマンだけじゃなくて、そういうねインターネットで情報発信をして何か自分でキャッシュポイントを作っている場合、3年後5年後どうなっているのかってこう考えた時に、おそらく後者の方がいい暮らしをしているはずなんですよ。だって自分独自のキャッシュポイントがあるって安心じゃないですか。仮に会社が倒れても自分の力で生きていくことはできるので、まあ、精神的にもねすごく健康なわけですよ。でもやっぱり目先のね、損得だけで考えて全然稼げないわこれみたいな感じで、労力ばっかりね時間ばっかり使って全然成果出ねえじゃないかこれみたいな感じで諦めてしまうと、すると将来的に大きなね収入をもたらしてくれる資産を1個捨てることになるわけですよ。今僕たちがやってることっていうのは種まきなんですよね。未来の種をまいてる段階からそんな収穫のことを考えてもね、全然収穫できないわって考えててもしょうがないですよね。何事もプロセスがあるんで、種をまいてすぐにね花が咲くってことはないじゃないですか。ゆっくりとね、まあ雑草を抜いたりとか水をあげたりとかね、まあ、場合によって肥料をあげたりとか、そうやってコツコツ育ててようやく花が開くと。でその花が開くタイミングも分かんないんですよね、いつになるのかっていうのは。だからどこまでそれを信じて継続することができるかっていうことなんですよね。そんな1年2年でね結果が出るほどやっぱり甘い世界ではないし、例えば芸能人とかもね、芸人の世界とかも10年やっててもまだね新人とか若手って言われる世界じゃないですか。だからやっぱり業界によってはね10年やっててもまだひよっこって言われるところもあるわけですよ。それがわずか数ヶ月で、ね結果が出ないっていうのはもう諦めるのが早すぎるとしか言いようがないですよね。でなぜ諦めるかっていうと、結局自分のことを信用できてないから、自分がのことをねどうせやってもうまくいかないやって思ってるから諦めるわけですよ。だからその心さえしっかり持っていればですね、今能力がないとかそんなのは関係ないですよ。そういうものは続けているうちに自然とできるようになってくるんで、とにかく、まあ、自分を信じるってことですね。それがやっぱ成功をつかむ上で一番必要になることじゃないかなと。そして、成功できない人に共通して欠如しているものじゃないかなっていうふうに僕は考えてます。はい、では今日は以上です。最後まで聞いていただきありがとうございます。